文化経済学とは芸術、文化を対象とする経済学である。芸術政策、文化政策の提言を行う。文化経済学は経済学の一分野であり、芸術作品の生産、流通、消費を扱う。長い間、文化経済学の対象は視覚芸術及び舞台芸術に限定されていた。しかし、1 9八十年代に入り、その対象は、 映画、書籍、音楽、出版などの文化産業に広がった。また、美術館や図書館、歴史的建造物のような文化施設にも、研究対象は広がりを見せている。ジャーナル・オブ・エコノミック・リテラチャーの分類体系では、文化経済学は、Z1 に相当する。文化経済学は、広い意味での芸術を対象としている。対象となる財は、 創造的内容を含むものである。ただし、創造的内容を持つということだけでは、文化的財として確定できない。文化的財の価値は、象徴的内容によって規定されており、物理的性質によっては規定できない。経済学の考え方は、汚染や汚職、教育のような問題にも適用されてきた。芸術作品や文化には特別な性質がある。古典派経済学者。 アダム・スミスは、透過物がないので、芸術作品や文化を価値づけることはできないと、考えた。アルフレッド・マーシャルは、ある種の文化的材の需要は、消費に依存していることを指摘した。例えば、ある音楽を聴けば聴くほど、その音楽をより多く聴くようになる。マーシャルの経済学の枠組みの中で、こうした材には、限界公用の提言は当てはまらない。そのような対象を扱う。 文化経済学の主要な著作としては、ボーモルトボーエンの著作や、中毒剤に関するゲイリー・ベッカーの著作、公共選択に関するアラン・ピーコックの著作がある。広島県宮島、五福島神社での脳、ウィリアム・ボーモルト・ウィリアムボーエンの画期的な著作によって、ライブパフォーマンスの相対的な費用上昇に関して、コスト病という概念が導入された。コスト病概念によって、 舞台芸術が政府の補助金への依存を深めていくことが理解できる。コスト病は消費財が労働自体である場合に生じる。モリエールの劇、タルチュフを演じるには、1664年において2時間と12人の俳優を要した。2007年においてもその事情は変わっておらず、やはり2時間と12人の俳優を要する。現代において芸術業は、 多くの人的資本投資を必要としており、それに応じてより多く賃金を支払われる必要がある。芸術家の賃金は一般の人々の賃金と同様に上昇していく必要がある。賃金は経済の一般的な生産性に従って上昇していき、演劇の上演費用も一般的な生産性に合わせて上昇していく。しかし、 俳優の生産性は上昇する性質のものではない。このコスト病の問題に関して、舞台芸術の経済学のその後の研究は、次の二つの方向に進んだ。第一に、生産のある種の領域では生産性の上昇が見られることに、注意が向けられた。これは、コスト病の妥当性に疑義を示すものである。タルチュフの例で説明すれば、一つのタルチュフの上演を、 技術の進歩によって以前に比べて多くの観客が見ることができるようになった。例えば劇場の建築の改善やマイクやテレビ、録音の出現によってそのようなことが可能になったのである。第二に文化部門への補助金の配分に注意が向けられた。補助金は一般の人々の利益に合わせたものでないといけないが文化部門への補助金は所得分配効果を持っている。 例えば、文化部門への補助金で社会の中でも相対的に富裕な層は得をする。補助金が与えられる劇の観客が富裕層に偏っている場合や、補助金が少数のエリート芸術家集団に与えられるとき、この所得分配効果が働く。広報、夜のカフェテラス資格芸術の市場は二つに区分できる。一つは、歴史があり、親しまれている、よく知られた。 美術品の市場である。もう一つは流行や新しい発見によって影響されやすい現代美術作品の市場である。両方の市場が過剰的である。つまり資格芸術の市場には限られた数の売り手と限られた数の買い手しかいない。資格芸術の市場に関しては二つの主要な疑問がある。第一の疑問はいかに価格が決定されるかである。 第2の疑問は金融資産に比べて美術品の収益率はどうなっているかである。一般的に美術品の材料となる石材や絵の具自体は完成した作品に比較してずっと安価である。また美術品の価格が大きく異なることを労働投入量から説明することはできない。美術品の価値は潜在的な買い手や専門家の評価に依存している。この価値評価は 三つの要素からなる。社会的価値、美術品を所有することによって得られる社会的地位。芸術家は芸術資本を持っていると言える。芸術的価値、同時代の他の作品の中での地位や、構成においての重要性。作品の価格推移、買い手が作品を再び売りに出すことを予定した場合、これまでの取引価格の推移が重要になる。また、三種類の経済主体が、 価値決定に関わる。画廊の所有者やミュージアムの館長といった特定の専門家美術視野のような専門家投資対象として作品を購入する買い手主要な金融機関、銀行、保険会社の中には1990年代に美術品の投資で大きな収益を得たところがあった。1990年代はじめに株式の収益率が下落したときに 美術品の収益率は下落しなかった。そのため分散投資の機会があると言える。またデータが豊富なために美術市場の研究は盛んである。多くの美術品がオークションで売られている。オークションでの取引は透明性が大変高く価格データを作成することができる。中には1652年にまで遡って価格データを作成できる作品もある。 実証研究によれば、美術品の収益率は株式よりも低く、価格変動率は少なくとも株式と同じぐらい高い。美術品を所有することで得られる無形の利得が、部分的には収益率の低さを説明できるだろう。しかし、美術品の収益率の低さを理解する上では、美術品の購入や寄付には、多くの種類の減免税がある事実が重要である。 1986年に行われたウィリアム・ボーモルの推定によれば20年間で金融資産の年収益率が2.5%であるのに対して美術品の年収益率は0.55%である。書籍や録音物、映画はオリジナルの複製物の存在からその価値が定まる。こうした文化的材は文化産業の生産物である。文化産業の市場は 次のように特徴を付けられる。主な文化産業は河川的市場構造である。市場は2、3の主要な会社に支配されており、残りの市場に多くの小さな会社が存在する。小さな会社は芸術供給のろ過装置の役割を果たし得る。つまり成功を収めた芸術家を用いた小さな会社は主要な会社の一角に上り詰めることができる。 テレビや映画の生産を一括した巨大な複合企業が1920年代から存在している。1990年代には産業の枠を超えた合併がいくつか行われた。合併によるシナジー効果や市場支配力は期待されていった利益をもたらさなかった。2000年代の初めには分野ごとの組織化が進んできた。文化遺産は 財や不動産に反映されている。ミュージアムの運営と規制は、この領域で研究されてきた課題である。ミュージアムには、収蔵品の保存の役割と、一般市民への展示の役割とがある。ミュージアムは、商業的に経営することも、非営利基盤で経営することも可能である。非営利で行う場合、ミュージアムは、公共財にまつわる問題に直面する。 つまり、自己資金のみで維持するか、あるいは補助金の交付を受けるかという問題がある。ミュージアム特有の問題の一つとして、収蔵品の莫大な価値と予算との不均衡が挙げられる。また、ミュージアムは時代の高い都市の中心部に位置していることが多いので、展示場所を拡張することには限界がある。米国のミュージアムでは、収蔵品の約半数しか展示されていない。 欧州のミュージアムの中にはフランスのポンピドゥセンターのように収蔵品の5%しか展示されていないところもある。展示以外にもミュージアムはカタログや複製品のような関連生産物から収入を得ている。収蔵品を作り出していくという無形の生産もミュージアムは行っている。ミュージアムは世の中にある多くの作品の中から専門知識に基づいて選択し、 収蔵品を作り出している。それによって、単なる作品の存在にそれ以上の価値を加えている。保存と展示という二つの目的の間で、ミュージアムは選択しないといけない。一方では、ミュージアムは、保存上の理由から、できる限り少数の作品だけを展示することにし、あまりよく知られていない作品を集め、専門的な客のみを入館させ、知識と研究を促進したい。 他方では、展示という目的からは、市民からの需要を満たし、多くの客を魅了するには、様々な種類の主要な作品を展示する必要がある。政府が保存と展示という二つの目的の間で選択を行うとき、経済学の契約理論を用いることが役立つ。契約理論によって求められる結果を出すために、様々なミュージアム運営者に、どのようにインセンティブを与えるかがわかる。 京都、清水寺多くの国々に文化的価値のある建物や建造物の保護のための仕組みがある。所有者は修復のために減税や補助金を受ける。その代わりに所有者は建物の改変に関して制限を受けたり、一般市民が建物へ入ることを認めたりしないといけない。こうした仕組みもまたミュージアムと同じく保存と展示の選択の問題を抱えている。 これに関してはまだほとんど研究がなされていない。特に次の4点によって芸術家の労働市場を特徴づけることができる。極端に不平等な所得分布である。ほんの一握りの集団が所得全体のうちの大部分を稼ぐ。構造的な労働の過剰供給が存在する。需要に釣り合わない数の人々が芸術家として所得を得たいと願っている。労働に 金銭以外の無形の代償がある。そのため、人々は、本来よりも低い水準の賃金でも甘んじて、受け入れる。芸術家と作品が切り離せない。生産物が芸術家に与えるイメージが、芸術家にとって重要である。夏目漱石シャルウィン・ローゼンに由来する、スター現象とは、市場で一握りの芸術家がその分野の収益の、ほとんどを稼ぐという現象である。 文化産業では生産物の質に関する不確実性がスター現象に大きな役割を果たしている。消費者は生産物がどれほど良いものなのか消費してみないとわからない。また文化産業において生産者も典型的な不確実性に直面している。消費者は価格の他に評判やカバーやポスターに載っている名前を参考にしている。生産者も そのことを理解しているので、高い質の印となるような著名人には大金を払う。アドラーやギンスバー派の研究によれば、スターの地位は偶然によって決まる。例えば、音楽コンテストの結果は演奏の順番に強く依存している。このスター現象の偶然性は、芸術分野で労働の過剰供給が存在する一つの原因とされてきた。 スターの莫大な収入や非合理的な行動、リスク愛好的な選考のために、収入の多くを他の仕事から得ながらでも、成功しない芸術家は、挑戦をやめないのである。芸術分野で、労働の過剰供給が存在する、もう一つの原因は、芸術家が労働から社会的地位という意味での無形の代償を受け取る、可能性があることである。文化的財の生産には、 通常の財とは異なる構造があるとされてきた。職人は収入であるという観点でのみ自分の生産物に関心を払っている。それに対して芸術家は生産物を自己表現であるとみなすことが多い。そのため芸術家は自分の生産物に対して制限を課したいと願うのだろう。ありがとうございます。